受験生の方もそうじゃない方もノートもしくはルーズリーフ準備して12月にあることをやってみてください。改めましてどうも、はいちです。今回は冒頭で話したこのノートを使っていくんですが、受験生の方は受験が終わるまで、で受験生じゃない方は12月いっぱい、まあ大晦日までぜひやってほしいことがあります。まずは受験生に向けて話をしていくんですが、これ11月の末に投稿していて、すでにね受験生の方の中にはこうメンタルが相当きつくなってる方もいるかと思います。でそんな方に追い打ちをかけて大変申し訳ないんですけど、その辛さはですねもっと辛くなります。12月になって冬休みが来てって、高校生来月共通来ますし、中学生の方もね私立入試が始まって、で本命ってなっていくと、あーもういよいよ始まるって、時間がないどうしようってどんどんきつくなっていってしまうんですね。しかもそれに加えて厄介なのが、このしんどさなくならないんですよ。もう受験終わるまでこのしんどさを抱えて、このしんどさと一緒に戦い抜かなきゃいけないんです。でもね、受験本番、入試本番の日あるじゃないですか。その時のメンタルってすんごく大事なんですよ。パフォーマンスに関わってくる。ああ、無理かもしんねえって、どうせダメだろうなって思いながらやっちゃうと、どうせダメになっちゃうんだよね。でも、根拠のない自信ってよく言われる、いや、なんとかなるって、いけるって思ってると、いけるんですよ。本当にそれぐらい当日のメンタルって実力に差がついちゃうのね。だから、当日、なんとかなる、大丈夫って、思ってほしい。でもそのためのアイテムが必要。それがこのノートなの。今みんなが普段の勉強の中で、例えばさ、ルーズリーフだったり、裏紙だったりにこうバーって書いてさ、終わったらぐしゃぐしゃっぽいって捨ててる方もいると思うんだよね。で、それがもう私にそれが 100% 合ってるみたいな。勉強法だったらもちろん無理に変える必要はないんだけど、もしそういう方がいたら、ぜひもうノート一冊にその勉強してる、もう勉強ノートはこれみたいな感じで決めて、どんどん書いていってほしいの。人によって差はあるけど、受験まであと2、3ヶ月。それだけあったらさ、毎日みんな頑張ってるから、ノートも1冊とか普通に終わるし、2冊目、3冊目って、ルーズリーフもかなりの束になるんだよね。で、それを見返すことによって、あ、こんだけやってきたんだって、頑張ってきたんだ自分って思うことができる。そこの記憶に頼っちゃダメ。もうアイテムを作って、視覚的に目で見てわかる。自分のね、頑張ってきた軌跡がわかる状態にして、それによって、なんとかなる、頑張る、ここまでやってきたんだもんって思える。そんなアイテムを作っていきましょう。そのアイテムをさらに強化するために必要なのが、この一言メッセージなんです。やることはすごくシンプルで、普段みんなノートとかにさ、こう勉強わーってやっていくわけじゃんか。で、やっていた一番最後、その日の勉強が終わった一番最後に、まあほんと1、2分だけ時間をもらって、色を変えるか、もしくはなんかマークをつける。俺なんか雲マーク、ふわふわってマークが好きなんでよく使うんだけど、そこに受験当日の自分に向けた一言メッセージを書いてほしいの。何書いたらいいかわかんねえんだけどって思う方いると思うんだけど、最初はシンプルでいいんだよ。その例えばさ、受験頑張れよとか、緊張してんじゃねえのかとか、大丈夫だよお前ならみたいな、全然いい。できればポジティブなコメントがいいんだけど、でもこれからさ、毎日勉強していく中でそうは言えない時もあるよね。なんかすごくしんどくなってるのに、それを無理にさ、ポジティブメッセージ変える必要は別にない。ネガティブになってる時だったら、こう今日はさ、こういうことがあって辛かったんだ、でも勉強頑張ったよとかでもいいよね。そういったリアルなメッセージで構わないから、当日の自分に向けたメッセージを毎日勉強終わった後にちょっとだけ、一言でいいからね。まあ長く書きたい時書いていいんだけど、一言で構わないから書くようにしていってください。なんでそんなことすんだよってね、思う方いると思うんですけど、これをやる価値っていうのは、実際にやってもらって体験するのが一番いいと思います。でも簡単に言うと、未来の自分に向けて今の自分が応援をするっていうことがまずすごく大事なの。それを書いてる時点で、未来の自分のポジティブな自分をイメージして書くから、それを応援できることがまず一個の価値。自分を今メンタルを上げることにもなるからね。そして未来の自分、だから入試本番とかさ、入試の1週間前とかでこう見返してほしいんだけど、その時のしんどくなってる、一番緊張してる時の自分が、こう過去の自分からエネルギーをもらうっていうことがすごい価値がある。だから、まあ、詳しく言うね、これすごい曖昧な表現になってしまったんだけど、ぜひ、もうね、本当かよ、本当かよって疑いながらで構わないんで、毎日さ、本当ちょっとだから、1、2分だけで構わないので、自分、入試ね、当日の自分に向けた一言メッセージを書いてみてください。で、受験生じゃない方は、まあ、入試とかないじゃないですか。だから、本当は来年の次のテストに向けたとかでも構わないんですけど、1年の終わりなんだよね、12月が。だから、1年の終わり良ければ全て良しじゃないけど、最後の1ヶ月間をうまく使えることによって、
って、やっぱり新年、2024年がいいスタートが切れるんですよ。だから、1月1日、元日の自分に向けた一言メッセージ書いてみてください。おい、こうやって頑張ってるかとか、新年頑張れよとか、何でも構わないし、今日はこういうことやったんだとかでも構わない。12月ってね、めちゃくちゃリズム崩れやすいんですよ。まあテストが多分ない方も多いと思うので、しかもクリスマスがあってさ、大晦日とか正月とかあるじゃんか。そうね、生活リズムもかなり崩れやすい時なので、そういう時だからこそ頑張ってきたんだよっていうのが、ちゃんと目で見てわかる状態で新年を迎えてほしい。新年でこう振り返った時に、あ、頑張ってきたなって思うことができることが大事なので、ぜひそういった気持ちで、元日の自分に向けたメッセージを一言ね、このみんなが勉強した最後に、ノートの最後に書くようにしてみてください。はい、ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。今回ここでね、12月のポイントを喋らせてもらうんですが、皆さん11月のポイントの動画見てくれましたか？そこでね、11月は生活習慣とか生活リズムの大切さをね、話をしたんですけど、まあ、実は12月も似てます。すごく似てる。なぜかっていうと、12月も生活リズムが崩れやすいからです。たださえ、まあ、テストがなかったりするので、こう、まあ、油断もしやすかったりとか、冬休み、クリスマス、大晦日、正月ってね、来るので、まあリズムが夜型になりやすいんです。まあ大晦日とかね、まあ、朝まで起きてたいとかね、まあ、それは悪いと思わないからいいんだけど、ただ大事なのは、新年迎えた時にダラダラグダグダリズムが出来上がっちゃってると、それは冬休み明けた後、まあ、1月8日以降だね、にも響くよっていう。それは分かっててねっていう。それは分かった上で、まあ大晦日ね、オールしてとかなってすぐ戻そうってできるならグッと。いいよね。なので、そこがすごく大事になります。で、その中で、じゃあどういうふうに、どこをね、意識してほしいかっていうと、夜なの。夜の使い方。朝早く起きる。大事だよね。学校ではまあ起きると思うんですけど、基本的に、朝起きれるかどうかではなくて、夜の自分の決めた時間に寝ることができるかどうか、そこを大事にしてください。朝はですね、やっぱ寒いこともあるし、あとはね、例えば女性の方とかだったら、こう、体温が低かったりするとさ、朝起きにくい方もいますよね。そういう体質って方がいらっしゃるので。だから、朝起きれた起きれなかったは自己評価にそんな入れなくて大丈夫。でも夜決めた時間に眠ることができたかどうか、それがさ、布団に入ったんだけどなかなか寝つけなかったはしょうがない、いいじゃん。でもそもそもダラダラしすぎちゃって布団に入ること自体がかなり遅くなったとかだと、自分の意識の問題が出てきますよね。なので12月に関しては、夜の使い方っていうところをちょっと意識して1ヶ月過ごしてみてください。ただね、さっきも言ったみたいにも楽しいイベントもたくさんあるね、1ヶ月ではあるので、無理にこうさ、きっちりしなきゃとかいいの。ただメリハリだからね、オールする時があっても構わない。でもちゃんとそれが続いちゃうと引っ張られて、そのオールしたリズムになっちゃうからね、それを引っ張られないでちゃんとすぐ戻すんだって、夜の使い方が大事なんだっていうのを意識した1ヶ月間にしていきましょう。まあ終わり良ければ全てよし、私よく使う言葉なんですけど、逆に終わり悪ければ全て悪しが発動されちゃいます。12月がなんかすごいグダグダで、うわ、なんかダメな1ヶ月だったってなっちゃうと、2023年全部が悪かった気がしてしまう。それを2024に引っ張りたくないよね。引っ張りたくない。逆にここまでうまくいってない気がしても、ここの1ヶ月がうまくいったら、なんか良かった気がするなってなるから。だから、ぜひそう、2023最後の1ヶ月間、お互いにね、いい1ヶ月にしていきましょう。はい。ということで、改めてになりますが、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。また来週ね、何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。では、今週1週間もお互い頑張っていきましょう。それじゃ、またね。バイバイ。